国際従役事務局は1924年に設立された従役に関する国際組織である。日本は1930年1月28日に加盟している。別名世界動物保険機関としても知られている。なお OIE はこの別名と類似した名称の組織である世界保険機関と密接な協力関係にはあるが、その下部組織であるなどと言った。 直接の組織的関係はなく、従って国際連合機関ではないため、若干の注意を要する。2019年2月現在の加盟国は182カ国、地域。本部事務局はフランスのパリにある。最低年1回、パリで全員加盟国の政府代表が参集する総会が開催される。OIE は以下を目的とする。取り扱う動物は 哺乳類、蝶類、蜂、魚類、甲殻類、軟体動物などであったが、2008年に、両生類、2016年に、爬虫類が、対象に加わった。本組織は1920年に、ベルギーで発生した、動物間流行性の疾病である牛液の、世界的流行を発端として設立された。この疾病はインドで最初に発生し、 その拡散等の問題に関する国際的な会議が1921年5月にパリで開かれることになった。同会議を経て重役に関する国際機関の設立が決定され、設立合意書は1924年1月25日に署名がなされている。国際的な家畜の安全基準を定めており、それらに基づき、例えば、 BSE 発生のリスクを減らすアメリカの措置を評価し、2007年5月22日に BSE に関する準安全国に認定する等といった活動を行っている。OIE の概要。農林水産省。 https://www.maf.go.jp/.j/.syouan/.kijun/.wto-sps/.oie4.html.abcdef.list of regional representations of the oie. 国際従役事務局ホームページ。2014年6月14日閲覧。 リージョナルリプレゼンテーション法アフリカ。2014年6月14日閲覧。ありがとうございます。